シンガーは、アメリカ合衆国出身の女性シンガーソングライター、ダンサー、モデル、女優。ガールグループ、プッシーキャットドールズのリードシンガーとして知られる。ニコールは、ハワイ州ホノルルで生まれた。フィリピン人の父とロシア系ハワイ人の母を持ち、母、ローズマリーはニコールを、出生時は18歳で、ハワイの都心に住んでいた。 ニコールがまだ赤ん坊の時に両親は別れた。6歳の時に母方の家族と共にケンタッキー州ルイビルに引っ越した。ケーフはドイツ系アメリカ人である。ニコールはハワイで受けた厳しい宗教的なしつけとともにアメリカに連れて来られたとデイリーメールのインタビューで明かしている。ニコールは最初に明治育中学校に通った。 多くの金銭を持っていなかったため、歌手になるために支援してくれた母親にシャイを表している。高校時代にパフォーマンスを開始し始めた。オーディション番組、ポップスターズで最終選考まで勝ち残り、2000年に女性5人組ユニット、エデンズ・クラッシュでデビュー。また、この時期には女優デビューも果たしている。さらに2003年、ガールグループ、 プッシーキャットドールズを結成し、リードシンガーとして活躍した。プッシーキャットドールズに加入する前は、バイオレット UK で、ボーカリストの一人を務めており、2002年12月に、東京国際フォーラムで開催された、吉木シンフォニックコンサート2002は w i 東京シティフィルハーモニック、還元楽団フィーチャリングバイオレット UK で、I'll Be You A Love の英語バージョンを歌った。 同曲は、ワーナーミュージックジャパンより2005年3月29日発売の2005年日本、国際博覧会、愛、地球博公式コンピレーションアルバム、ラブザアースト、2005年9月25日発売の、公式コンピレーションアルバム、愛、地球博プレゼンツグローバルハーモニーに収録されている。2007年にソロデビュー。2011年には、初のソロアルバム、 キラーラブをリリースしている。プッシーキャットドーレズは2010年をもって活動を停止していたが、2019年11月に再始動を果たし本人も再び一員として参加している。アルバムアルバム、ありがとうございます。